はい、どうも、福袋大好きイラストレーターの沼田たけしです。はい、現在もう1月の半ばなんですけれどもね、1月の今正確に言うと16日なんですけれども、まだね福袋が買えたということで、ご紹介したいと思います。はい、こちら、コメダの福袋です。はい、以前ね7000円のね、福袋は買って紹介したんですけれども、今回スナック系のチケットないからあんまうまみないけどな、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、考えてみれば、コーヒーチケットだけで3500円とかなんで、1500円足してね、結構アドバンテージあるなら買っちゃおうかなと思って、買っちゃいました。はい、ということでね、7000円とね5000円って、ね、中身違うんですよ。カバンのね、種類もちょっと違ってて、だからねもうね2つ買わざるを得ないじゃないですか、コメダのファンは。はい、ということで、ご紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、コメクロ、コーヒーのね、中細引きっていう粉ですね、レギュラーコーヒーの粉と、あとマグネットですね、これが入ってます。それともねこれだけなんですよ、この箱だけ。ダダーン、コメダコーヒーって、ちょっとね大きめの箱ですよね。何が入ってるかというと、はい、ドリッパー、計量スプーン、キャニスタですね。コメダのコーヒーを、抽出した後の粉を練り込んだオリジナルセットですというか感じですね。なんとなく味わい深いね、なんか確かに粉入ってる感ありますね。で、計量スプーン、はい、コメダって書いてありますね。これがキャニスタっていうんですかね。はい、特に何のあれもないですけど、これしっかり止まって感じですね。はい、ということでね、それとコーヒーチケットが7枚と、宝くじですね、それとパンね、パンもね、期限内にやらないとダメな感じなのでね。はい、それとね、カバンがねしっかりしますね。はい、7000円のとね大きさを比べてみると、やっぱ大きさ違いますね。はい、というわけで並べてみました。5000円は5000円でね、7000円と全然違うので、まあ買ってよかったなとは思います。コーヒーチケットがどんどん溜まる一方なので、使い切らなきゃなっていう感じがしますね。まあ、鬼滅の刃のコラボを今やってるんで、まあ、どんどん使えるなっていう感じもするんですけどもね。はい、というわけで5000円のコメダコーヒーの福袋の紹介を終わりにします。ありがとうございました。